虐待で育った私が世の毒親問題をめっできるけど、観覧人木村ゆう子です。今日は以前毒親問題に答えた方から感想メールが来ました。それをご紹介したいと思います。の前に、以前どういうご相談を送ってくれたかというと、結婚相手を親に紹介したら、もうその相手にめちゃくちゃ攻撃をされる、嫌がらせをされる。そしたらなんとこの方、もう君とは結婚できないんだと去っていってしまった。もうどうしていいかわかんないです。という方に、回答をしました。ちなみにその回答編は概要欄に貼っておきますので、そちら見てください。こんな感想メールが来ました。30代女性、いっちゃんさん、ありがとうございます。以前相談させていただいたいっちゃんです。今日回答がアップされていて驚きと感謝でいっぱいです。どうしてもお礼が言いたくて、こちらからメールを送らせていただきました。回答を読ませていただき、気持ちがすっきりしました。親に対しても元彼に対しても目が覚めました。これからは自分の幸せは自分で決めたいと思います。本当にありがとうございました。いいご報告ができるように前を向いていきたいと思います。自分の幸せは自分で決めていきます、といただきました。もういっちゃんよかったね。もう私さ、まあ、今日、いっちゃんの回答を YouTube に上げて、その2時間後にメールが来たんです。で、今、その30分後です。もうすぐに回しています。もうなんかこの嬉しさをさ、伝えたくってね。でね、今だから言うんですけども、私いつも、こう、きつく回答する時があるんですよね。今回、いっちゃんがそうなんですよ。どうしてきつく言うかというと、目が覚めてない状態の人って、ポンポン、目を覚ましてねって言っても、目が覚めないんです。そうじゃなくて、おい目を覚ませってこう、肩を揺すぶる感じぐらいにすると、確かに、私、こうやって生きてたって気づくんですよ。で、それをするために、まあ、ちょっとあえてきつく言ってるんですけども、ただね、撮ってからアップするまで、めっちゃ考えてます。もっとこう言った方が良かったんかなとか、いつもこう心配なんですよ。だからね、うん、良かったです。本当になんかめちゃくちゃ嬉しかった。でね、いっちゃん、絶対に幸せになります。だってさ、もうこの文章からね、このキラキラオーラがめっちゃ出てるもん。眩しいってなるぐらい出てるから、おそらくもうこのキラキラオーラがここからフィーって言ってね、その、将来の結婚相手、運命の方まで届いて、もう向こうから来てくれるんじゃないかなと思います。ただ、一個だけね、陥るかどうかわかんないけども、お伝えしておきます。こう人間ってやるぞってなってる時は、もう、はい、私無敵、はい、キラキラっていう感じなんですけども、落ちる時もまたあるわけなんですよ。人間生きてると。これダイエットと同じで、バーって痩せれた。でも停滞期って必ず来ますよね。でもそこを乗り越えると、またバーって落ちてくるじゃないですか。これ心の問題も同じで、もしかしたらまたバーってうまくいっても、あれ私もこれでいいのかな、大丈夫なのかなみたいな感じでね、あると思うんですけども、そういうなってもあんまり心配しなくて大丈夫です。もうそうなったら寝る、酒を飲む、カラオケ行く、遊びに行く、まあそんな感じで発散してもらえればと思います。そんなに悲観しなくて大丈夫です。でね、いっちゃん、これ今回なんでこうなったかっていうと、もうすんごい簡単なんですよ。これ今見ている毒親の悩み全員に当てはまるんですけども、毒親育ちが大人になった時の生きづらさっていうのは、親の呪いがまだこうやってかかってる状態のままなんですよ。これ洗脳って言ったら分かりやすいかな、洗脳されているままなんですよね。これやっぱり私は一生不幸なんだとか、何をやってもうまくいかないんだが私の人生なんだとか、生きてる意味がわかんないもん、死にたいとかね、こう悲観的になっちゃうんですけども、それはあなたの責任じゃなくて、全部親にかけられた呪い、毒、これが原因なんです。だから、その呪いがパッと解かれると、青空ブワーみたいな、キラ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 みたいな感じで、今までの私は何だったんだっていうぐらい人生イージーモードにこう逆転しますので、もう本当に今、こう悲観している、悩んでる人、相談送ってきて、もう経験者が本当全部伝えるから。でね、幸せになる人、ならない人、この違いはたった一個だけです。それは、いっちゃんもそうなんですけども、自分で自分を幸せにすることを諦めなかった人。もうほんとこれ、これさえ諦めなければ、必ず呪いは解けるし、もうどんなに闇深い問題も解決すると断言しておきます。
私がそうだったもん。というわけで、今この動画を見ているあなたの番です。次はあなたの番なので、お悩みがありましたらぜひ送ってきてください。そのお悩みにズバッとめった切って闇に光を差します。いっちゃん、引き続き応援しています。メッセージありがとうございました。本当嬉しかったです。以上、ゲドカン内人木村ゆう子でした。バイバーイ。